おじさんの巻。雑木林の中にクスノキの家族が立っていました。ある日、チェーンソーを持った人間が木を切りにやってきました。この付近に新しい住宅ができるので広い道路を作るのです。便利で快適な生活のために木を切るのです。は炎となって燃え上がりました。おい、最後の一本だぞ。俺が切る。今度は俺がやる。俺に任せろ。大丈夫か？たたりだ。これは何かのたたりに違いない。怖くなった人間たちは木の周りに柵を作り厄払いをしました。こうして交差点の真ん中に一本のクスノキが残ったのでした。あ、これ、子供。わしだ、わしだ。お前の座っている木だよ。お前は空を飛べるらしいな。わけないさ。ちょうどよい。お前に頼みがある。俺、忙しいんだ。バイバイ。動けない。離せ。わしの言うことを聞けば話してやろう。逃げても無駄だぞ。わしの仲間はどこにもいるから、いつもお前を見ているぞ。わかったな。わかったよ。聞けばいいんだろ。わしの頼みというのはこれだ。それを町の中の空き地に刺しておいで。いや、どうじゃな、びっくりしたかな。じゃあもう一度言ってくれるか。いいよ。わあ、すごいすごい。また言ってくれるかい。行く行く。俺誰だ。僕はキャラ丸。毒丸があちこちに木を植えるからみんな困ってるよ。わしが頼んだんだよ。どうして人を困らせるの。困らせるつもりはないが、わしは人間に怒っているのだ。わしの家族と友人は人間に切り倒されてしまった。なぜ人間は木を切ってしまうのか。人間が吐いた息を木が吸って、木が吐いた息を人間が吸う。人間と木は昔から助け合って生きてきたのだ。木を切ってしまったら空気が汚れて人間は呼吸できなくなって死んでしまうのだぞ。わしはここから動くことはできないから、
この子供に頼んで木を増やしているのだ。ふーん、じゃあ僕も手伝うよ。ドクマル、行くぞ。僕が邪魔な木をどけて植え直すから、ドクマルもちゃんと植えるんだぞ。二人ともよくやってくれた。ありがとう。残りの枝はあと一本。これでわしの役目も終わりだ。わしがいなくなれば、道の真ん中で交通の邪魔をする木はなくなり、人間も便利になるだろう。さあ、これは君たちにやろう。好きなところに植えてきなさい。どこへ植えようか。ビルってお墓みたい。あんなところへ植えたら木がかわいそうだ。そうだ、いい考えがある。いっ、うわぁ、やったー。おい子供、まだわしを働かせる気か。でもありがとう。え、あれ、キャラ丸、ほれ、新しい枝だ。しっかり働いてくれよ。いいよ。助けて。明日、大きな声でまた明日。